竹将軍です。今日はね、まあ、ここ最近、パンチいろいろパンチやってますけど、今日は左のボディーブローですね、レバーブローをちょっと詳しくやっていきます。でね、今からやる、打ち方っていうか感覚っていうのはね、まあ、自分が20代の頃ですかね、昔ね、まあ、今の全日本ウェイト制っていうのをまだ大阪でやってましてね、でたまたまなんか怪我で出れなくてね、まあ、先輩とか仲間の応援にまあ行くにあたってね、まあ、第5回世界チャンピオンになった先輩が、少し前にですね、その大会の前に辰吉丈一郎選手と、まあ、対談通してね、で島田トレーナーっていう、まあ、有名なトレーナーの方が、ついてまして、その関係でですね、知り合いになって、まあ、大阪帝拳ジムに挨拶に行くんだよと、お前来るかって誘ってくれたんですね。でその時に僕も辰吉丈一郎選手もう大好きだったんで、いやもうぜひ行かせてくださいということで、ね、まあ、一緒について行って、その時にたまたま、ね、まあ、練習が終わって、ね、まあ、手が空いたんですね、島田トレーナーの手が空いて、ね、その時に、あ、君にちょっとパンチ打ってみるって声かけてくれたんですね。で、もう自分嬉しくて、あ、もうぜひ、やらせてくださいということで、グローブはめさせてもらって、ね、パンチを、少し教えてもらって、ミットを持ってもらってですね、まあ、すごい、嬉しくて感動した覚えがあるんですけど、その時に教わった感覚の、打ち方をやってみます。でですね、その時に、まあ、最初にですね、じゃあグローブはめさせてもらって、この左のね、ボディーブローを教わったんですけども、まあ、打ってみなって言われて、まあ、ミット持ってもらって、まあ、当然バーンと打つわけですね。で、やっぱり最初、ね、もう本当にそういうの教わったことなかったので、ね、もう、ふりゃーって脇開いて、ふりゃーって打ったら、その打ち方じゃダメだよって、まあ、注意されまして、ね、で、ね、まあ、こんな感じなんだよって教わったんですけど、したら、まあ、ミット、パゴーって、バコーンってなったんですね。で、うおーみたいな感じで自分でも、うわ、あ、全然違うんだな、ちょっと教わっただけでっていうので、ね、すごい、本当に嬉しくて、それをちょっとやってみます。ね、じゃあ、やっていくんですけども、ね、もう話長いよって、ね、もう早く見せろみたいな。で、まず教わったのが、ね、まあ、脇バーン、今も言ったんですよ、脇バーンって開いちゃうんで、まず脇を締めて、ね、まあ、ここに置きなさい。こっから、ね、腰をキューって体重乗せてグーッと切って、ね、顔面側をして、こっから小底を斜め、ね、に向かって、ドーンってね、ドーンってこう出す、ね、ゴーンね、まあね、この間ね、下突きでこうやりましたけど、その感覚です。それが、ヒューッと返して、脇をしっかり締めてですね、これを、ね、その時はもう、こう引いちゃダメって教わりましたね。で、このまま、このままグーッとして、このまま、ね、グーンって切りながら、ゴーンって出すような感じで、ね、ドーンね、こう、小底を行くような感じでね、こっちで外して、ドカーンね、で、その感じで、グローブで、ね、ゴーンって打て、ね、ドーンって、ね、打ちなさい、ね。そうすると、背中の方にドーンって、ね、まあ、感じで、いい感じでバコーンってなったんですね。で、ね、まあ、それを、まあ、自分なりにですね、じゃあ、その感覚をつかむのに、一番手っ取り早くどうしたらいいのかっていうのを、ね、まあ、こっからは自分が、ね、こういう感じにするとその感覚つかめますよっていうのをちょっとやってみます。それではね、やっていくんですけどもね、まあ、上段支部ではね、ずっと稽古の途中で意見っていうのをやってたんですね。で、まあ、海の中に腰ぐらいまで使って、あ、ね、向こうから波がザーバーンってくるのを、それをグワーって受け止めて、グワーって返しなさい、受け止めて返す、受け止めて返す、こういう練習があったんですね。で、それを組手立ちの感じで、それの応用なんですけどね、まあ、ぐーっと胸骨が上がると胸が張ります、スーッで、こっからドーンですね、ドーンドーンね、ドーン、この感じです。こういう感覚ね、こういう感覚ですね。で、これもこうで
ですよって言ってんのに同情生とかだとやっぱこう返しちゃうんですよ。そうするとまたただのこういうね、剣拳返すフックでね、ね、ゴーンってこういう感じじゃなくなっちゃうので、必ずドーンとこの感じで入れるようにしてくださいね。ちょっと角度変えます。ヒュードーンですね、フードーンですね、フードーンね、この感じですね。これをちょっと練習してください。ね、でここでこれが握るようになると、それを重体重グッとかけますね。こうやってたのがグッと、なこうなるだけです。こうなるです。ヒュードーン、フードーン、この角度の中なんですね。ね、ゴン、ね、まあ、横から見るとヒュー、ね、こういってたのがこう、こっからバンですね、バンですね、まあ、こっちからですね、こうね、これこういってたのがグッとこう入ります。こう、こうですね。で、ゴン、ゴン、ね、まあ、こんなこの角度に変わります。あとはね、それをグーッと、ね、こうやってたのを、まあ、片手にすればいいだけです。ここね、でその時にこう開くね、まあ、片手でこうやって開いてバーン、これでいいんですけど、それをね、もっと威力出すためにここ固定しますね。肘あーって開かないように、で股関節切って、切ります、切ります。でドンですね、ゴンね、ドンドンですね。こっから締めます、切れます、重心移動かけます。でドンですね、ドンですね、ドンですね、まあこっちからね、重心移動かかります、ギューッと入ります、切れてきます、肘締めときます。こっから小手がドンですね、ドンドンね、でゴーンって入るような感じでやっていきます。ね、それでこのダーンっていうのが分かれば、ね、感覚をつかめばもう握ればいいだけですね。ギューッ、こっからね、ドンですね、ドンですね、ドンですね、まあ、こっちスーッ、ね、ドンですね、ドンですね、まあ、こっちもですね、スーッと入って肘締めといて、こう開かないんですね。あーって、ね、あー開かないように脇締めて、肘締めてね、ドンね、ドンね、ドンね、で、この感じでバコーンって、ね、そうするといい感じでドカーンって入っていくような感じになりますね。ね、まあこういうやつは自分がね、その感覚をつかむにはまあどうしたらいいかっていうので、練習をね、まあ普段やってたですね、この意見の応用で、編み出したんですけども、この感覚をつかむのはすっごくいいと思います。まあやってみていただいてね、本当に左の、ボディーブローですね、レバーブローもバコーンって打てるように、練習してみてください。うん、チャンネル登録もよろしくお願いします。